はい、皆さんこんにちは、ティロックスのトシです。いつもありがとうございます。今日はベースの、ね、ネックについてねちょっと話してみたいと思います。はい、ベースのネックね、これ横から見た図なんですけども、一番いいとされているのはほんのちょっと順反りがいいよっていうことでよく言われてますよね。これちょっと大げさに書いてますけどもね、うん、この方が弦の振動が、いい感じになるよみたいな、よく言われてますよね。多分ね、音的にはね、確かにね、太い音になって、ふくよかな音になって、そしてサスティンは若干短め、ボンボンみたいな感じだね。そういう方向の音になります、これ。でこれに対してネックをじゃあまっすぐにしちゃうとどうなるのか、この若干順反りをね直してまっすぐにしちゃうとどうなるかっていうと、音的にはもうちょっとシャープな音になって、そして、サスティンはビーンビーンって長くなる傾向にあります。そして弦高を下げていくとバズ音がビジ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 って出やすくなるっていう傾向にありますね。なのでサウンドの違いとしてはそんなとこですね。測定方法なんですけれども、このちょっとだけ順反りっていうのはどうやって見るかっていうと、まずね、こことこれヘッドがここから先あるとあるんですね。ヘッドがだからこれ1フレットの0フレットですね。この0フレットの1フレットのところを指で押さえます。そしてこの最終フレットもまた右手で押さえます。こっち左手で押さえてこっちも右手で押さえる。そしてこの真ん中のところに隙間があるはずなんですが、ここのところが、まあ、はがき1枚とか紙1枚とか、まあ、結構曖昧なんですけども、まあ、ほんのちょっとね、0.1mm とかかな、わかんないんだけど、まあそのぐらいほんのちょっと隙間があればいいと。で指で叩いてカチカチカチって少し音がするぐらいがいいよって、あんまりこれが大きいと順反りしすぎだよってことなんですよね。ただね、これね、ここをね左手で押さえて、ここを右手で押さえて、そして5フレットをね叩くっていうのはね、多分ね不可能なんですよ。ちょっと難しいの。せいぜい12フレットあたりしかねできないのよ。なのでこれね、やり方としてはこちらは左手で押さえまして、ここをね肘で押さえるんです。右手の肘で押さえます、ここを。そうすれば手がここまで届きますから、ここのところをちゃんとど真ん中を叩けますっていうやり方も OK です。はい、で僕は実はですね、まっすぐがいいので、だいたいまっすぐにしちゃいますね。こうまっすぐにしちゃいます。ほぼまっすぐにしちゃいます、ネックを。っていうのもね、この方が弾きやすいからってなんだけどね、音的にはねやっぱね太い方がいいからね、少しね順反ってる方がねいいかなって気もするんだけど、弾きやすいのが好きなんで。なぜかというと、ベースってさ、どう考えたってさ、この辺一番弾くじゃない、真ん中を。真ん中っていうかローから真ん中を弾くよね、一番ね。あんまりここだけとかここだけとか弾かないからさ、一番この弾きたいところが一番弦高が高いとなんか嫌なんですよね。なのでなるべくよ、サドスキーみたいにもものすごい攻めるセッティングがなかなかベースによって難しいから何とも言えないんだけども、まあまあまっすぐにして、この5フレット付近ですよね、5フレット7フレット3フレットから7フレットの間、この辺をなるべく弦高を下げた状態にしておくと、一番弾くところなんで、ここがね、この辺一番弾くところなんでいいかなって思いますね。はい、でですね、ネック置きっていう状態がありまして、ここはこうやってまっすぐなんだけど、ここが曲がっちゃって、なんていうんですかね、こういう状態ですよね、ネックがこういう状態ってよくあるんですよ。大げさに言っちゃうとこんな状態ね。だからこの辺は OK なので、12フレットあたりでこういう風になるっていうのがありがちなんですよ。これがね、トラスロットが効きづらいんですよね。トラスロットってやっぱりね、こう鉄の棒が入ってるから、あんまりこの辺とかこの辺で効きづらいんですよね。大体この辺が一番効くんでね、難しいんですよ、直すのが。で直せなかった時なんですが、アイロンっていうのがまあありまして、まあ、最終手段なんですけど、まあまああんまりアイロンもね治ってまた元に戻っちゃうっていう可能性もなきにしもあらずなんだけれども、でもまあ最終手段としてはそれがあります。そして熱を加えてまっすぐにするってやり方ですね。一つのやり方としては、フレットのすり合わせっていうのがありますね。これはねどういうことかっていうとね、簡単に言っちゃうとです、フレットがさ、こういうふうにフレットがあるわけですよね、普通にまあなって。でここを押さえた時にこっちのフレットに当たっちゃって弦が当たっちゃうわけですね、ここを押さえた時にね。なのでネック自体がもう直んないんだったら、強制的にフレットで直せって話なんですよね。フレットをねこうやっちゃえばいいわけじゃん、結局のところ。わかります、言ってる意味が。これ本当はここまでフレットがこうあったわけですよ、ここもこうやって飛び出してるわけですよね。
ところがそうするとここを押さえた時にここに当たっちゃうから、ここを削っちゃって全部あの高いところを低くしちゃうんですよね。で低いところは高いままにしておく。そうやって辻褄合わせるってことですね。この辻褄合わせればこのネック自体がこう曲がってたとしたって大丈夫っていうことですね。弦に対しては音詰まりとかないってことですね。これはだいぶしょうがなく辻褄合わせるって意味ですよ。でもこれもね可能です。なのでこの辺は、まあ、フレットのすり合わせは絶対自分素人じゃできないんで、プロにお任せすればいいですね。相談してどうすかね、そういう風にあのできませんかねっていうことであの相談するのがいいですね、はい。そしてねあのトラスロットの回し方なんですけども、まずねトラスロットね、ここにね、これヘッド側ね、ここにね大体あります。ここかここにあります、あの回すところが。でここは六角レンチをぶっ込んで右回りに回します。で弦を全部緩めて、前弦緩めて、順ずりの場合ね、前弦緩めてネックに負担かからないようにしてあげてから、ここに六角レンチを差し込んで右回りにだいたい15分分ぐらいですか、時計でいうとね、そのぐらいずつやればいいんじゃないですかね。それで様子見てでしばらくそのままほっときます。やっぱりあのネックってもう一晩かけて動いたりするから、本当はそうなんだけど、まあちょっと何時間か置いときます。そしてもう一回チューニングをちゃんとします。その時に多分さっきよりはこれ反りが直ってるはずです。ダメだったらまた同じことやればいいね。そしてこっちの場合なんですが、こっちの場合もボディ外さなくてできる楽器は簡単で、ここに六角レンチとか何かこう回すとこがあるから、それを差し込んで同じようにすればいいだけです。同じです。だから難しいのがね、このボディを外さないと、ここにねあのプラスマイナス、あプラスか、こういうプラスのあれがあるんですよ。こうやってこういう風になってるんですよ。でここにプラスのドライバーを差し込んでぐるぐる回さなきゃいけないってパターンがあるんですね。これだ、そうなってくるとボディをね外さなきゃいけないの。それがすげえ難しくて、これはねちょっと自信がある人じゃないとおすすめできないんですが、これなぜかというと、これを外してあの回すってことは簡単なんですけれども、何が難しいかってね、まっすぐね元通りにするのが難しいのよ。ね、大げさに言っちゃうとね、これボディ、ね、これがネックなんだけど、これがさ本当はまっすぐくっつかなきゃいけないんだけど、これのここにジョイントプレートがあるのね、4つか3つあるじゃん。でこれのあのなんていうのかね、順番もあるんだけれども、順番というかこう均一にちゃんと締めていけばぴったりになるんだけど、これを下手にねこっちがとかこっちからとかねうまくやらないと、こういうふうにくっついちゃったり、逆にこういうふうにくっついちゃったりとか、どっか隙間が空いちゃうとか、これがちょっと難しいので、まあ本当にそれをちゃんと気をつけて、ぴったりまっすぐになるように気をつけて、順番に回していくんですよね。どうだったっけ、1234とか、なんかちょっとこの辺はなんか人によって違うかもしれないけどね、こういう形でねネックがあったらね、うん、これ裏から見てるとこなんだけども、こういう風に回していく。だからここ締めて、ここ締めて、ここ締めて、ここ締めてとかやっちゃうと、ここだけ強く締まっちゃうみたいな形になって、この角度が変わっちゃうから、そこが非常に難しいので、それだけ気をつけてください。そうすればまあいいんだけど、まっすぐ元通りにあのつけばいいですね。これがこうなったりこうなったりのだけ気をつければいいですね。それさえ気をつければ簡単なんで、まあやってみてください。もしやりたい人はね、自信なかったらもうそのまんま工房に持ってっちゃうのが一番簡単です。はい、今日はねそんなとこなんですね。はい、また何かあったらね、ご相談してください。ありがとうございました。